は中3工房の丸とりょうです。新年明けましておめでとうございます。2023年初動画はこのコピック用のハガキに家族4人で年賀状を書いていこうと思います。4枚で1つ年になるように書いていきます。各キャラはスパイファミリーのロイドさん、アーニャ、ヨルさん、ボノの3人と1匹です。それでは書いていきます。金が新年の順番に出していく。そう、うち、姉ちゃん、母さん、父さん、オッケー。そうだね、オッケー。いっせーので。おお、かわいい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 、マジだろ、ちょっとその時代か。あ、金が新年の金の時代ね。なんかさ、去年その時代じゃなかったね、じゃあ。私ね、この時代の金が新年を見つけたんよ、画像で。じゃろ、え、迷ったんだけど、その後のバランスが悪かったっけ、やめた。え、めっちゃ上手じゃん。上手やろ。ウサギめっちゃ可愛くない？ウサギ可愛いやろ。ウサギのキラキラペン使ってるでしょ。ペン使った。誰も持ち使ったよ。あと花も。ほんとだ。いや、ロイドさんいいね。黒ちゃん出とる部分が、ちょけ、黒タイツを。いやー、なんかゴールドのペンいいもん。いいじゃろ。真ん中が太陽で一個になるけ、これ見ものだよね。つながるけ。じゃあつながるか。てん。じゃあ次は姉ちゃん。まだはアーニャだよね。そう。いっせーので。おお、すごいすごい。あれ、なんか金の字がちっちゃい。すごいし、重なってるし、なんか太陽の点々点書いてるね。ガもいいね。なんか合ってるじゃん。合ってる。金がって合ってるけど、あ、ちっちゃいな。やっぱり私のサギどうよ。あ、かわいい。かわいいね。輝けてるか。そう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 。え、しかもアーネの着物もかわいいね。かわいい。かわいい、かわいい。タカもかわいい。あ、タカかわいい。タカかわいい。アーネの表情もすごいいいね。あ、確かに。かわいい、かわいい。本当にかわいい。目がキラ。雲はでもね、父さんの雲じゃない、結構マナの雲に似てるかもしれない。あ、似てるし、ここはちょっといいかもしれないね。イラストって感じ、ほんと。あー、確かにね。あーにゃいいわ。いいじゃろ、可愛くない、あらちゃん。かわいい。じゃあ次、次は母さん。母さん、母さんは夜さんだね。そう。あ、絶対可愛い。いっせーので。おーい、めっちゃすごくない？待って、ここから見たらさ、着物が光っとるんよ。ほんとだ、すごい。あ、ペン使ったな、これ。ペン使っとる。え、銀のペン。そう、銀と金も使ってる。センス金だよ。そう。え、しかもヨルさんの飾りにもちょっとあるやろ。ほんとだ、ヨルさんの頭にウサギについてんの。うわ、かわいい。
てゆうがみんな太陽ひっついてる、すごい。あ、確かに。かわいい。待って、ウサギがかわいい。ウサギすごいかわいいね。なんかゆるふわみたいな感じ。しかも令和5年っていいね。あ、待って、ウサギがさ、ピョンって飛んでるのもあるし、尻尾フリフリしてるのもあるし、何かさ、髪飾り逃げてる。お、ほんとじゃん。パワーしてない、先生。めっちゃかわいいじゃん。え、めっちゃよくない？それな。やっぱシルバーのペンとさ、ゴールドのペン、マジいいね。いや、マジいいよ。わあ、なんかいい年賀状だね。最後父さんでぶっ壊すかもしれません。やってくれる。みんながさ、良すぎ。いや、そんな褒めても。父さんはボンド。ボンドだけ、犬だけ。これだけやね、父さんが。じゃあ行きましょうか。はい、いっせーので。かわいい。年の字取ったよ。太陽どう？太陽いい、むっちゃいい。年の字絶対合わせにいってない。これ一人だけ。絶対さ、これみんなこの時代来ると思ったんだ。いやいや、あ、もう絶対もう。いや、絶対この時代かなって思って。しかも太陽2個あるくない？そう、ウサギもね、ちょっと太陽化させたいんだね。マジでボンドのやついいわ。ボンドいいだろ。ボンドいい。ボンドがこうやっとるけえな。あるとるな。そう、富士山に登ってる。ねえはさ、これさ、父さんオリジナル自体なんだけど。じゃあそれでみんながこれに合わせに来るとか絶対無理じゃんか。これ、ね、これ何をイメージしてるか分かる？ね。餅。違う違う。餅じゃない。何よ、言いなさいよ。分からない？分からない。あ、骨。骨。そう、ボンドの骨。よく犬骨食べる。ちょっと待って、骨なんこれ。骨をイメージして、ね、もう絶対だからみんな骨をイメージしてくるかなと思ったんですよ。おお、犬じゃないけど私。なわけないじゃん。じゃあみんなガチじゃけんじゃん。でもさ、太陽の円、綺麗になったよね。綺麗になったね。綺麗じゃん。みんな円描くのうまくねえな。え、私もう自分でスッってやったよ。これね、アールド35ぐらいで中心いったんだけど、みんな何色？私、17、24と17、27。あ、渋いな、やっぱり。渋いね、母さん。あ、みんなバラバラだね。え、母さんマジでわって感じがする。っていうかさ、字が上手すぎるよ。それな、それな。令和5年も紙じゃない？紙すぎる。いや、ほんと字を囲むの発想がすごい。うん、それな。あ、それな。でもね、マナのガもすごいよ。うん。リオの字もめちゃくちゃいい、ね。うん、左のさ、ゴンベンを崩した感じが。あ、いいよね。あのね、むっちゃこれね、頑張っとったよ。割と似てない？金が。割と似とるよ。金が似てる。似てる。で、芯でなんか本当にめちゃくちゃ綺麗な字になって。なんか壊れたっていう。ね、で終わったんだ。揃えようよ。いや、絶対この時代かなと思った、ね。いや、だって自分のオリジナルでしょ？いや、骨骨。骨？これって一富士が父さんでしょ。三鷹でマナで三ナスビ三本ナスビ。え、でもここら辺が大体メジャーだよね。そう、その先が四扇五タバコ六座頭っていうんだけど。だから母さんは四扇で四つ扇があった中に令和5年って。そう。神な構図だね。神な構図だよね。でもまあこの構図を考えたのがね。あ、私です、ね。そうそうそう。マナ、いつも通りマナなんてね。え、これって初夢のやつでしょ。そう。そう。初夢出ると縁起がいい。そう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 。あ、そういうこと？一度も出たことない。あ、でも父さん富士山登ってるかな。ええー。ウサギはリオが一番可愛いような気がする。ああ、目が好きだけど。マナのは可愛いというか賢いウサギっぽいじゃん。なんか相棒みたいな感じ。ああ、そうそう。母さんのウサギはなんか本当にこれアニメって感じだね。あと可愛い。なんかゆるふばアニメみたいな。そうそう。いやー、でも今回はさ、みんな良くて年賀状一個になったね。なったなったね。こう見るとなってるよね。いいよね。めっちゃ可愛いじゃん。まあでもやっぱりさ、いつも時代合わないね。うん、時代合わないよね。先輩、先輩がそんなこと言ってる。本当にね、でもちょっと来年は合わせに行ってね、みんな。この時代だから覚えてて。私もよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価、インスタ、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。それでは、バイバーイ。